どうしたんだ、霊夢、そんなうなって。それが最近、三国志を読んだんだよ。三国志か。横山光輝とか吉川英治とかの作品か。違うよ。それじゃあ、北方健三とかの三国志か。違うよ。菊間学芸文庫で出してる三国志、だよ。それって正史、三国志、じゃないか。てっきり三国志演義の方かと思ったぞ。ん？三国志演義？三国志演義って何？まさか、三国志演義を知らずに直でそっちの三国志を読むとは思ってなかったぞ。まあ、三国志演義の話はこの動画以外で何度も説明されているからな。詳しく知りたいなら、それを視聴するか Google 先生に聞くといいぞ。わかったよ。ところでさっき何か考え込んでいたみたいだが、どうかしたのか。実は調べたい人物が三国志に載っていなかったんだよ。ちょこちょこと話が差し込まれているくらいでさ。へぇ？それは誰なんだ？芝居とその息子の芝氏、芝将の三人だよ。芝郎は列伝に載っていたのに。そうか、その三人は載ってる本が違うからな。それじゃあ、その三人は何の本に載ってるの？それ読みたいから教えて。別に教えてもいいか、漢文読めるか。読めないけど。どういうこと？芝居、芝氏、芝将の三人は、新書に列伝が建てられてるんだ。しかし、新書には日本語訳の本がない。あるのは大体貸し出し禁止になっている、は国本正史新書という漢文まみれの本だけだ。どういうこと？それだけ不人気なの？そういうわけではない。新書は五感や三国時代の部分を補うには重要な歴史書になっているし、芝居の列伝も建てられているからな。必要な人から見たら必要な歴史書だ。ただ、致命的な欠点があるんだ。致命的な欠点？何それ？それは、正確性に欠けているという点だ。好意的な評価でも、前時代の広い記録を探していていいじゃん？という資料収集の面のみだ。他はボロクソに言われ続けている。正確性に欠ける歴史書って、すごいね。まあ、それでも、日本語訳で読みたいんだ。というんだったら有志の和訳を探すしかない。中の人もさっき挙げた方法で何とか調べたらしい。そうなんだ。それ聞いただけでちょっと意欲が失せそうだよ。霊夢、芝居を調べるなら、真珠は目を通さなきゃいけないんだ。でも今回はちょうど、和国本正史新書、と日本語訳もあるし、芝居について説明しよう。ほんと、やった？言ってみるもんだね。ただし、芝居はいろいろと絡んで面白いから、芝居が属していた芝氏や制度を説明しながら、芝居を紹介していくぞ。わかったけど。そんなにややこしいの？ややこしいというか、芝居自身が表に出てくるのが文帝、宗妃の時だからな。そして、明帝、宗英と西欧、双方の治世まで生きて重臣として活躍するから記述がそれなりに多いんだよ。さらに芝居を語るには、名俗、名思想、と、旧品肝心法、も外せなくなるからな。自然と量は多くなるんだよ。へぇ？そうなんだ、なるべくギュッとした方がいいけど、マリサに任せるよ。そうか、それじゃあ適当に始めていくか。それじゃあ芝居が属している芝氏の説明から始めるぞ。和国本正史新書によると芝氏の祖は戦局の子である長霊から出たとなっているな。戦局？長霊？誰それ？中国神話の人物だな。戦海峡、出羽戦局の孫が長霊になっているが戦局の子なのか、孫なのか、という問題は今回やらないから先に行くぞ。長霊は軍事職の宿友について行程の東王朝、春帝の愚王朝、夏王朝、小王朝と王朝が変わっても、一族は代々軍事職を継いでいった。周代になると一族の者は代々軍事職を継いでいた影響もあるんだろうな。芝の職を務めることになる。そして、周の戦王の時代に帝伯九保が芝として助手を平定、その功により官職を生徒して賜って芝という詩を創始。これが芝氏の始まりというわけだ。なんだか最初の部分は神話の人物とか出てくるから本当かなって思っちゃうね。それはどこもそうだからな。とりわけ、真珠は芝氏の開いた王朝の記録だから正当性を記す必要もあったんだろう。それに周の戦王の時代に出てきた帝伯九保という人物自体は、司教、大河上部と国語、そごげに記述が見られるようだけど、誰なのかというのは判明していないな。その辺は話半分で覚えておくよ。それでめでたく芝の詩をもらって芝氏になった。その後はどうなったの？そうだな、芝氏として出てくるのは蘇官戦争時の芝号になる。芝居が属する芝氏はこの芝号の末裔だと称している。やっと、関係性が薄く見えてきたね。この芝号は趙の武将として趙王と共に秦を討伐する。秦が滅ぶと自ら王位について燕王となって、課題、趙家に都を置いた。ただ、式の皇位本紀には、趙将、芝号、燕王となす、趙家を都とす。
と記述があるとこを考えると、自ら王位についたというか報じられたんだろう。他に考えられるとすれば先に王を名乗って追認されるというパターンか。この時代の各王や武将は要求ばかりしてる印象しかないからな。ちなみに都となっている張家は現在の河南省危険にあたり、隠居、現、河南省安陽市の南に位置をしているみたいだな。ここからなんだか領土の話とかリアルな話になってきたね。でも聞いてると自ら王位についたとかあやふやだよね。あの子を相手に、俺、隠王な、とか言ったら跡形もなく消されそうな気がするけど、そりゃ、イメージで言ったらそうなりそうな気がするけどな。ただ降雨もそうだけど、統一前後の雄方も何かと苦労してるし難しかったんじゃないか。とにかく芝郷が炎王になったことで課題軍に都を置くことになったんだが、そうこうしているうちに雄方がやってくるとあっという間に降伏してしまうんだ。長いものに巻かれていくんだね。それならその時の状況だろう。この辺からは降雨対雄方の対立構図が鮮明になったこと、漢中から雄方が進軍してきたことが要因とも考えられるけどな。そして降伏した芝郷自身は北条の戦いで死亡。なんだかんだがあって感になるけども、それでも芝氏の子孫はそのまま課題軍に居住を続けていくことになる。ここまでは分かったけど、いつ芝居が出てくるの？やっと感の始めまでたどり着いたけど、ここまで来れば登場するまであともう少しだ。さて芝郷から八代目に生まれたのが正々将軍となった芝金、あざなは宿平。芝金の息子が与将大使となった芝陽、あざなは高度。芝陽の息子が永泉大使となった芝春、あざなは源義。芝春の息子が慶長院となった芝坊、あざなは健康。そして、この芝坊の子が芝郎や芝居、芝府になる。本当にあっという間に出てきたね。そういえば芝坊の息子たちって優秀だったんだよね。そうだな、芝坊の息子は優秀であざなにそれぞれ、達、が入っていたから、芝八達、と呼ばれたそうだ。似たような呼び名は他にもいたような。眉が白かったり、山登ったりで有名な。馬氏五条、だな。馬陽や馬食が有名だったりするぜ。なんか、雄三寺四天王、みたいな通りなだけど、意味あったりするの。そうだな、漢字になる際に重要になるかもしれない要素だな。そして、漢字ということになると漢代の東洋法について知っておく必要があるな。漢代の東洋法、何か特徴でもあるの？ああ、漢代の東洋法には大きく分けて3つあるな。1つ目は漢の武帝が制定した漢字東洋法である、京距離先生。2つ目が優秀な人物を選び、中央へ推薦する、壁将。3つ目が最高権威者の権威によって東洋を行う、上昇。だ。へえ、なんかそれぞれ特徴ありそうだね。特に3つ目とか？確かにな。それじゃあ1つ目から簡単に説明していくぞ。まずは、京距離先生、だ。これは各地から優秀な人材を得ようという考えから、郷里の評判をもとに地方官が地方の人材を中央へ推薦する、というのが特徴だな。特に有名なのが、高廉、だ。高廉とは父母への高順及び物事に対する廉政な態度の意味であり、評価基準もこの意味の通りだったのではないかと考えられるな。じゃあ、これで推薦されたら出世は間違いないんだね。まあ、ある程度だな。高廉の他にも評価をする科目は存在するんだが、全巻の科目がほとんど高廉に統一されたんだよ。ここまではいいんだが、ここからちょっと問題が出てきてしまうんだ。問題、優秀な人が登用できて、ウハウハになるんじゃないの？それだといいんだが、高廉で登用されたものは生まれ故郷で軍高僧などの役職に就いたりすることがあるんだ。そうするとそれらの役職がその地域出身の豪族で占められてしまい、中央へのルートが豪族によって独占されてしまう。こうなると豪族は郷里の人たちと意見をまとめ上げて、門閥化してしまうんだよ。これが五感で見られる、名族、名思想、になるな。やっぱり中国を治めるのって難易度高いよね。そうだ、次の東洋法は、ああ、二つ目の東洋法は、壁将、だ。この東洋法は甲府が行う方法だな。これが東洋経路として頻繁に使われるのは、五感になってからになるんだ。甲府って何？甲府とは大夫、大、使徒、司空、大将軍などの官称を指すぜ。壁将をされると甲府の長官と縁故ができて、将来が保証されるんだ。さらに縁故をきっかけとして長官を中心とした派閥が形成される。その一方で政治が不安定になれば批判の対象になったり、派閥のリーダーが処罰されれば連座になったりとデメリットもある。今も昔もあんまりやってること変わらないんだね。まあな、この壁将をうまく使って勢力を築いたのが曹操だな。やっぱり曹操ってうまく使ってるんだね。ところで三つ目は確か、上昇、だな。これは官僚の推薦によって、皇帝自身が官僚候補者を召す登用法だ。皇帝の権威を付加することで、最も強制力のある登用法になるんだ。すごい強力そうだね。どうしてこの登用法があるの？そうだな。
長相は他の登用法で登用拒否をした者の中でも政府にとって必要と認める者に対して使われる登用法だ。さらに他の登用法と違う点は、皇帝の権威を付加されることで他の登用法よりも初任官が一段上位に置かれることになるんだよ。やっぱり皇帝の権威って抜群なんだね。安定してればそうだが、不安定だとダメだけどな。そういえば芝発達とか芭比五条とかって紹介した登用法に関係してくるの？関係してくる登用法というと、長距離先生と壁将になるな。どちらも郷里や名族、名士相関での評判が一つの材料になるからな。一応芝居も評判や評論がきっかけになっているからな。芝居って評論もされてるんだね。ああ、後に紹介するけど芝居は他の名士からも評論されていたからな。とりあえずここまでが芝氏や登用法の説明だな。区切りがついたみたいだけど、結局は宣言通り芝居せずに終わったね。うん、そうだな。初めての動画作成、ゆっくり動画だからあれもこれも、と欲張りすぎても続かなかったりするからな。それに芝居についてはまあまあ細かくするから数本に分かれてしまうな。確実に。ふう、先が長いね。なんでこんなになったの？うん、中の人が芝居を伝えたい、という気持ちだけで一本目作った時、登用法を調べたら意外と面白くてこんなことになったらしい。いわく、二本目はできる限り早々と総比の時期をまとめて紹介してみたいね。メインはまだ先だけど退職官じゃないのは確か。とのことだ。なんという自らハードルを上げていくスタイル。しかも、作成日数は安定してないんでしょ？まあ、仕方ないな。毎日更新するとかいう豆さはないみたいだから、のんびり待つしかないな。あと、とりあえずは、和国本正史新書の記述通りに追いながら、詳細に紹介を入れられるところは入れていくスタイルでいくらしい。それだとしばしとしば将の列伝も紹介できるみたいだからな。今のところはその3人が今後の紹介予定といったとこかな。そうだな。それじゃあ今日はこの辺でお開きだな。それではまた次回お会いしましょう。再見。